公式真相永久機関って呼ばれている極小の動力機関を埋め込んだサイボーグのこと。今、君の心臓部分に移植されてるものさ。ちなみに、誰にでも移植できるわけじゃないよ。通常の人間からイマジネーターになるためにクリアすべき条件は総じて3つ。1つ、種類は問わないから死亡寸前に強烈な感情を抱くこと。2つ、心臓と脳髄だけは原型を保っている状態であること。3つ、死亡後の場合は心臓の血液が凝固しきるまでがタイムリミット。どう？自分の状況を鑑みて心当たりとかあるんじゃないかな。そんな機械が体に入ってるっていうのに全然違和感を感じないんですね。それより、これはどんな動力で動いているんですか？原理は私にも、いや、ホロロギウムの誰も根本的には理解していないと思う。複製は可能だけど構造の分析は不可能っていう大パーツさ。ただその動力は電気でも原子力でもない。どこから来るのかもわからない。わからない？そ、まさに文字通りの永久機関ってやつさ。人類の夢だよ。構造が解明されれば夢は現実になる。けどそれはまだ夢のままっていう話。夢の分析にホロロギウムは長いこと取り組んでいる。けれど依然としてなぜ動くのかはブラックボックスのままなのさ。こういう作りの機械であるということだけはわかる。けれど基礎原理は謎のまま。子供が設計図に従って与えられた部品でプラモデルを作るみたいに、ただ一定の完成品を組み立てることしかできない。そういう奇妙な機械なんだよ、君の中のそれは。そんなものをそもそも誰が最初に作ったって言うんですか？オルフィレウスと呼ばれた機械技術者らしいよ。ただし18世紀の人だけど、本当かどうかもわからないけどね。あと、ヒモンジさんが言っていたこと、俺たちは存在しているだけで狙われる宿命だっていうのは、具体的にはどういう意味なんですか？非公式真相永久機関は、上限47個しか存在できないんだ。だから、永久機関を管理している機構としては、ノラに貴重な枠を与えとくわけにはいかない。で、あとは単純な帰結。無所属のやつは壊すか奪いに来るってわけ。上限？それはどういう意味ですか？これも原理はブラックボックスなんだけど、47個の永久機関が存在している状態で48個目を作ると、なぜだかそれは完成した途端に動作不良を起こしたり、自壊したりするらしい。とにかく、そういう仕組みなんだよね。まあ、私の知識は所詮聞きかじりだからね。実態は君の先輩たちの方が詳しいと思う。最後は本人の感覚頼りだよ。俺が戦うことになる敵、ホロロギウムについて教えてください。
ホロロギウム。それは世界征服を企む悪の秘密結社なのだ。ごめん、嘘。いえ、できれば真面目にお願いします。まあ実のところ、世界を征服しなきゃならない理由は気候にはない。なぜならその段階を飛び越えて世界の管理が目的なんだから。世界の管理？人類の世界イコール科学文明の世界であるなら、気候はまさに世界管理者だよ。気の遠くなるような昔から人知れずそればかりをやってきているんだから。昔から？そう。正確にはわからないけど、この世界が科学というパラダイムを抱くようになった時代にはすでに存在していたらしいよ。影みたいにね。この世界にある科学法則、エネルギーの運用方法、機械や兵器、エトセトラ。その発見から実用化、普及までを決められたスケジュールで少しずつ進めてるんだ。几帳面にね。つまりこの世界は後追いをしていて、ホロロギウムのデザインした通りになっている。そういうことになるね。最終兵器だとか言われる核でさえ流出している時点で安全に管理された兵器でしかないのよ。事実ほら、使わないという使用方法が行き届いてるじゃない。まるで本当の神のようですね。いや、人間のやることだよ。神ってのは基本的に産みっぱなしで子育てやしつけなんかはしないからね。ただその手にうちらの未来を握っているっていう意味では近いのかも。それでそいつらの本拠地はどこにあるんですか？国連とか、あるいは常任理事国の首都とか。どこでもあり、どこでもないよ。本拠地なんてものが存在するレベルの話じゃないのさ。全体が一つの意志で動いてる、とんでもなく巨大な生き物って感じかな。大国小国、公民間問わず、気候の意志は浸透している。それでいて、常任理事国の首脳ですら知らない奴は知らない。管理が行き届いているのよ。図体の割にありえない、そういう情報統制力こそが、何より化け物じみてる。仮に、そうね、銀行そのものが潰れても、銀行っていうシステムは世の中に残っていくでしょ？便利だからね。それと同じ。仕組み自体に根付いているものだから、消そうと思っても消せるものじゃないってわけ。そういえば昨日、市内が検問で封鎖されたり、道路工事があちこちであったりしたのは。うん、ご明察。私らを囲い込むべく、気候の長い手が働いたのさ。ホワイトハウスから市役所の窓口まで、その意思が介入できない場所はないんだ。全てを水面下で処理したい。だからあの二人のような奴らを動かしている。そういうこと。リンゴの皮を剥くなら、マサカリより果物ナイフの方がいいに決まってる。でかい音を立てて世間を騒がせれば、
予定外の技術流出が起こって本末転倒になる可能性があるんだからね。とりあえずこういうものだっていうのは分かった？はい、大体は。あの女の子、マレーネのことについて聞かせてください。うん、そうだったのか。君とはそうした男だったのか。あ、幼女に胸をたぎらす難儀な宿業を背負った限りなく罪に近い愛を生きる危険な男、デンジャラスロマンサー秋月亮が。違います。俺の妹よりもっと年下のあんな子がどうしてこんな戦いを続けているんですか。マレーネ自身も元はホロロギウムに所属していたっていう話だよ。気候を裏切って離脱したわけ。動機は復讐、恨み。多分その辺。あの子はホロロギウムに何かを奪われた。おそらくそれは人生と同じ意味を持っているんだろう。だから戦うことが今のマレーネにとっては人生そのものなんだと思うよ。プライベートには立ち入らない主義なんでね。具体的にはよく聞いてないんだ。ただそれにはネイムレスというものが深く関わっている。彼女はそれに執着しずっと追い続けているのさ。ネイムレス。戦いながら自らを強化していく自動兵器とかいう話だよ。君たちと同じような力を持っていながら心だけがない機械の兵士。マレーネはそいつと因縁があるんだ。気候によって開発されたそれが起動実験時に暴走して姿勢に放たれた。追いかけていけば当然気候から来た追手とニアミスする運命になるよね。そいつがこの町に来たってことですか。そう。ついでに言うと私らが現れたのもネイムレスを追ってきたから、ある意味君とは縁結びの神様みたいなもんかな。草笛先生、あなたの立場が俺にはまだよく見えません。あなたはどういう立場でマレーネのそばにいるんですか。何を目的として。とある大国の使いっ走りだよ。敵の敵は味方っていうよくある事情でマレーネの活動に協力している。ホロロギウムに反目する勢力も意外と世界には多いのさ。自分たちが王様でありたい人種からすれば世界管理者なんて邪魔でしかないっていうわけ。スパイみたいなものですか。まあテレビのあれほど颯爽とした仕事じゃないけどね。しがない地味な裏方だよ。人の数だけ思惑があるなら気候に多くの敵がいても不思議はないでしょうね。けど未だ存在が隠蔽されたままということは。相変わらず理解が早いね。その通り。気候の存在は盤石のままだよ。力と規模が違いすぎる。だからせめて
マレーネのようなゲリラを後方支援して一時的に撹乱するのが関の山っていうわけ。まあそもそも気候の全貌自体が実感できないほど巨大だから、無力感を感じるレベルにすらなってないっていうね。事情説明ありがとうございます。参考になりました。いや、礼を言われて少しびっくりしちゃってね。無理やりに巻き込まれたんだよ君は。 100% の被害者と言ってもいい。それなのに巻き込んだ片割れ律儀に礼を言うなんてね。理不尽に巻き込まれた。俺の立場は確かにそうでしょうね。分かっていますよ。これ以上なく。けど、その立場に対して俺がどんな感情を抱くかは別の話です。俺は嘆きたくない。自暴自棄になりたくない。そうすることで、平素の自分を崩したくはないんです。要するに、男のつまらない意地ですよ。ただの見栄で終わらせるつもりはありませんが。そうやって生きてくの、辛くないかな。何も棚上げしない。できないっていうのはさ、不幸とか理不尽っていうものは悪質な当たり屋みたいなものでね、向こうから狙いすましてやってくるから避けようがない。避けようがないものを受け止めるには役柄になりきるのが一番でさ、犠牲者っていう役どころに没頭して現実と自分との間にワンクッションかませる。そうして自分を守るんだ。でないと人間は潰れてしまう。普通はね。私は神様じゃないから、人間を判断するのは苦手でね。そもそも、普通っていうのがどういうものなのか、よく思い出せないけれど、珍しいっていうか、生きづらいだろうな。ってのが、正直な感想かな。ん？どうかした？さっき、砂糖は入ってないって言いませんでしたっけ？うん。砂糖がないんで、代わりに甘い味がする別のを入れたんだ。ニトログリセリンなんだけど。食べても人体に害はないから安心していいよ。ま、普通の毒物程度なら今の体じゃ分解できるだろうけども。そうですか。それじゃあコーヒーごちそうさまでした。足の捻挫の方は大丈夫かなって。ああ、もう痛みはほとんど引いたから大丈夫だよ。そう、じゃあ私部活に行くね。また明日。また
明日ね。ああ、また明日な。なかなか女泣かせだね、涼牙くん。うわっ！いつの間に。私は護衛役なんだから、いつでも君と一緒にいなくちゃね。気が早いのね。せっかちなのは女の子に嫌われるわよ。というか、なんで教室まで来たんですか。目立ちますよ。あら、見られたら困るような相手でもいるのかしら。校門の外で待っててください。ちょっと妹のところに行ってきますんで。そうじゃないですけど。まあ俺の方でもカレンさんに会いに行くつもりだったし、別にいいんですけど。あら嬉しい。イマジネーターの能力とか詳しいことはやっぱり同じ境遇の先輩に聞くのが一番だろうという結論になりまして。そうね、私も君には早く馴染んでほしいから。でも少し距離を感じて寂しいな。え？話し方がよそよそしいんだもの。一応年上っぽいので。私は気にしないから、普通の話し方でいいよ。ジュンと話してる時みたいにしてくれると嬉しいな。じゃあこんな感じでいいかな、カレン。うん、バッチリ。それじゃあどこへ連れてってくれるのかな。二人っきりでゆっくり話せるところがいいな。とりあえずお茶でも飲んで落ち着こうか。私はどこにでもついていくわよ。今日は涼牙くんのしもべみたいなものなんだから。素敵なお店を知ってるのね。もしかしてデートに使ってるのかな。言われると思った。残念ながら妹と一緒に来ただけだよ。それじゃあそれ以外の女性と来たのは私が初めて。なんか嬉しい。それで教えてほしいことがいっぱいあるんだ、俺たち自身のことについて。真面目なのね、涼牙くんは。いい加減からかうのは。からかってはいないわ、褒めてるのよ。昨日の今日でもう現実にしっかりと向き合っている。しかも巻き込まれた身で。すごいなって憧れる。そういう時人間って無理やりにでも理由を探すものだから。これしかないんだ、こうするべきなんだって指針。宗教がなくならない理由だね。
いいわよ、何でも聞いて。イマジネーターは兵器の一種、それは間違いない。うん、そうね。君も見たでしょ、あの二人がまとっていた装甲と武装を。最大でも同時に47人しか存在できないんだよな。確かに単独で見れば凄まじいと感じたものだが、いくら一体一体が強力でも、たったそれだけの数で戦局に影響を与えるような力があるとは思えないんだ。身も蓋もなく言ってしまえば、物量は質を覆すだろ。なのに最大数が決まっている時点で旨味が丸ごと消し飛んでいる。リミット47ね、うん、確かにその通りよ。だから戦車や戦闘機なんかとは根本的に傭兵思想が違う兵器ということになるわ。見かけは人間なの。その意味はわかる？どこへでも行ける、どこにでも存在できる。そういうこと。もしイマジネーターが主力兵器になる時代が来るとしたら、戦争の形態自体が完全に変わると思うわ。大火力同士の衝突は旧時代の遺物になり、諜報員でもあり殲滅兵器でもある存在が互いの国へ秘密裏に送られるという暗殺合戦、そんな事態になったとしても何らおかしくないでしょうね。だが現時点ではそうなってはいない。そう、だから機構は未だこの管理不可能な技術を流出させられない。今のところ私たちは囲いの中で飼い殺しにされた日陰者、立つべき戦場をまだ与えられない約束された最強兵器っていうところかしら。やっぱり妙だ、あり方がいびつというか。本当に兵器としてあるべきものなんだろうか、俺たちは。なんだか学者みたいね、涼牙くん。そんなの考えたこともなかったな。それはともかく、あの連中は体に鋼鉄の武装をまとっていた。あれと同じことが俺にもできると。うん、そしてやれるようにならなきゃ互角には戦えない。あれは一体どういう仕組みなんだろう。草笛行為は原理不明の永久期間って言ってたけど。これはマレーネが言ってた仮説の受け売りなんだけど。渦巻き模様ってあるじゃない？これは平面、つまり二次元上に描かれた模様。これを高さが存在する世界、つまり三次元に移すと螺旋になるわよね。渦巻きはただの静止した模様だったけど、螺旋になるとこれに高さが加わって新しい動きが発生する。つまり二次元には存在しなかったエネルギーが三次元上には存在する。この理屈で言うと、もう一つ上の四次元には三次元の螺旋にないエネルギーがあるっていうことにならない？もしかして真相永久機関のエネルギーは
より高い次元とこの世界との落差を利用したものだと。仮説よ。本当のところは何もわからないわ。私たちの目的は気候と違って原理を解き明かすことじゃないし。教えてくれないか、あの武装の出し方を。もちろん起動方法は教えるわ。ただこれは一人一人違うものだから。違う？同じ機械なのに。そう、君の真相、戦機を呼び出す鍵は君の中だけにあるの。君が望む君自身の在り方、それを誰よりも強く願った時、肉体は鋼に変わり、その決意を示す力が現れる。例えば決意、例えば反骨心、例えば憤怒、例えば意地、確固たる意志がきっかけになるの。一見簡単なようだけど、その分難しいかもな。たったそれだけの手順でいいっていうことは、逆に言えば高い質を求められているっていうことだし。君の心の問題だから、私が指導することも難しいしね。でも君はまずその基礎を覚えてもらわないと戦力になれないわ。まず？それはいわゆる第一段階。イマジネーターの真相にはその次の段階があると言われているの。それは？詳しくは私も知らない。ただ気候で飼い殺しになってた頃にちょっとした噂で聞いたことはあってね。そして私たちを借りに来る敵は多分その段階に達しているはず。あっちは野良じゃなくて生え抜きだからさ。なんだか暗い雰囲気になっちゃったね。気分転換にそろそろ出よっか。